毛利元美明治18年は、長州藩一門画廊である、浅毛利家への十代当主。父は、毛利房明。弟は、毛利千次郎新民。妻は、毛利博ーの娘直子。通称は、元之助、のと。藩主の毛利リ人氏元より変記を受けて元美と名乗る。また、別名に、元京が伝わる。主に人氏元のこの毛利リー高近の代に活動した。 文化八年、毛利坊明の子として生まれる。文化九年、父が筆則処分となり隠居したため、家督を相続する。幼いためおじの毛利坊兼、国志坊王朝の貢献を受けた。天保十四年、羽賀の代における軍事演習では一番備え等を務めた。文久三年に赤間関解剖総武行となるが、上位により、 外国船を砲撃した際に攻撃をためらったとがで、解任される。現時元年、藩内の俗論派が政権を握ると、下半役となる。慶応元年、藩内の革新派の政権誕生により職を追われ、事業地の朝で禁止する。明治18年死去、去年75、実定の新民を要着死としていたが、先立って没死。その子の絵之助が家督を相続し十一代当主と、 なる。十二代当主四十一の二人の子は共に太平洋戦争で戦死したため、その家計を与えた。妻の直子は明治六年に船木女児小学を設立し、校長を務めた教育者として知られる。ありがとうございます。